はいどうも、メダカキです。本日はメダカにあげたい餌を取りに行くということで、はい、田植えしております。まあ、ここ終わりましたけどね。はい、もう見てわかるかと思うんですけど、骨エビがですね、いっぱい泳いでおります。この放念エビって何ですかって話なんですけど、この放念エビってブラインシュリンプの親戚なわけですよ。はい、ブライン高いじゃないですかね。なんでこの放念エビをメダカさんにあげようといった感じで、はい、捕まえていきます。はい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 、こんな感じでいっぱいいますよ。じゃ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 ーんと取れますね。本当はね、こう生まれたてがいいんですけど、エビフライみたいにしてますけどね、卵ついてるんですよ。あ、ミジンコもいるね、一緒にね。ミジンコもいますね。卵を落としてそれが孵化した方が一番いいんですけど、ちょっとね、結構ちっちゃいのもいますね。はい、よいしょ。もう取り放題っすね。あの、ちゃんと自分家の田んぼなんで大丈夫っす、怒られないっす。本当にちっちゃいやつはね、ブラインぐらい、そこまでいかないかな、ブラインってちっちゃい、ちっちゃいかな。よいしょ、おい、わ、泥が、はい、この短時間で取れましたよ、ね。もうどうしてもブラインシュリンプを買うお金がないと、ブラインなんかにね、お金を払えないという方はですね、はい、この放念エビを取っていただければ。よいしょ、こんだけいたらいいんじゃないのかな。相当取れました。相当取れましたよ。これをうちのメダカさんにですね、あげていこうと思います。はい、飼育場にね、戻ってまいりました。田植えしてたんでね、もうお昼近くになりました。なんでね、朝一回餌をあげてる状態です。もうやらなくてももういいぐらいの時間ではあるんですけどね。はい、この放念エビをあげていきたいと思います。こんな感じ。はい、さあ、どんなかな。食べてねえな。食べてないっすね。なんか浮いてる方を食べてますね。もっとね、バクバク食べるんですけどね。うわ、これはひょっとして企画倒れなんじゃないのか。やるとやっぱり食べるんですけどね、やり続けるとってことですけどね。沈んじゃってね、なんかあんまり食べようとしませんね。餌として認識してないんですかね。ちょっとね、メダカさんと泳いでる層が違いますね。はい、バクバク食べるところをね、お見せしたかったんですけど、ちょっと他のところにも行ってみましょうね。他のところでやってみましょう。ここ食べるんじゃないのかな。ここ魔王さんですね。はい、魔王さん、ちょっとこうどうかな。はい、あー、食べませんね。食べませんね。
こんなはずじゃなかったんですけどね。前あげた時はね、前あげたって毎年あげてますけど、もっとバクバク食べるんですけどね。金魚にやってみましょうか、はい、これがね食べてくれないとね、企画倒れなんで、はい、ちょっとね金魚さんにもあげましょう。はい、はい、どうぞ。どうだ、おお、食べてますねうまうまと、うまうまと食べておりますよ金魚が一番反応良かったっすね金魚が一番反応良かったっす。まあできればこう卵から孵化したぐらいの、あ、これ今卵か、これは卵じゃないか、孵化したてぐらいの法然エビが一番栄養価があると思うんですけど、とにかくですね、田んぼにたくさんいるっていうところと、あとはミジンコなんかより柔らかいんですよ。なんでね、すごくね吸収がいい餌です。はい、メダカも慣れたら超食べるんですけどね、本当は。はい、どうぞ。食べないかな、気づいてない感じ。いや、そこじゃなくて、そこじゃなくて、いや、なんだよ、意外に食べねえな、今年の金魚とメダカくんたちは。この子たちが一番食べてますね、はあ、はい、どうぞめっちゃうまうまなってますね。でこの法然エビもですね、あんまり時間た田んぼに田植えがめちゃくちゃ始まってからあげれないんですよ。肥料をまいたりされるんで、まあ、今のうちかなといった感じで。で卵をつけてるんで、仮に死んでもこの卵を乾かしてもう一回水入れたら生まれてきます。でそのちっちゃいやつを与えるといった感じになるのかなと思うんですけど、全然食べてなかったな、食べないっすね、食べてねえな食べた？君らは食べましたか？ああ、追いかけて食べてますね。はい、この子たちも食べてます。一回食べたらね、やっぱり生き餌なんで美味しい美味しいと食べるといった感じです。はい、皆さんもぜひですね、法然エビ見つけたらお魚にあげてみてはいかがでしょうか。はい、たまにはね、人工エーサーばっかりじゃなく、はい、こういう風な自然の餌をあげてもらえると魚くんたちがね喜んで食べると思いますので、試してみてはいかがでしょうか。若干企画倒れになってましたけど、本当はね狂ったように食べるはずなんですけどね、ちょっとね今日32度ぐらいまで気温が昼間上がるんで、結構水温が上がってるからちょっと活性が悪いのかもしれないですね、はあ、あと湿度も高いですね、はい、というね言い訳、はい、動画になりました。それではメダカッキーでした。バイバイ。